はいどうもこんにちは、ガノです。8月のシンデレラ9やっていきましょう。ということで、今日はですね、視聴者さんからのね、リクエストをいただいたんですけども、まずその説明をする前に、まずこちらのね、画像をご覧ください。はい、ということでね、見ていただけたと思うんですけども、先ほど冒頭でも言った通り、これリクエストで、浮田茜ちゃんの、特集みたいなのをね、やってほしいというような感じでね、もうそういうね、なんかピンポイントでそのキャラの、そういうね、特集をやってくれっていうのはね、初めてでして、僕もちょっと初の試みで、で、やり方はお任せするというような感じでね、とにかく茜ちゃんにスポットライトを当ててほしいというような感じで、多分茜ちゃんを推している方なのかわかんないですけど、茜ちゃんが好きなんでしょうね。はい。ということでね、僕もね、茜ちゃんは、好きです。はい。もちろん。っていうか、嫌いなキャラとかいないです、別に。みんな好きです、基本的には。はい。で、今日やり方をお任せするっていうことで、正解はわかんないんですけども、とりあえずまずね、茜ちゃんのことについてね、簡単にね、語らせていただいて、で、その次に勝ち抜きマッチでね、今日は茜ちゃんスペシャルということで、ちょっと特別なパーティーで、ちょっとやって、勝ち抜きマッチをやって、で、最後にね、全国大会のね、関係で、その石をもらった関係で、10連分1回引けると、ガチャ引けるということで、プリンセススカウトの方をね、ちょっとね、10連だけ、引かさせていただきます。はい。ということでね、まず早速ね、茜ちゃんをね、簡単に語らせて、いただきたいんですけども、まずホームね、今日は茜ちゃん特集ということで、茜ちゃんをホームにしていると、いつもはメイドしのくもちゃんにしてるんですけどね、はい、こちら可愛いですよ、はい、ウェディングの姿っていうのはもう間違いないですからね、もうほんと可愛い。はい。で、まずね、その、プロフィール的なものをね、ちょっと見ていきましょう。はい。改めて。なかなかね、そう見る機会っていうのは、一回ぐらいで見る機会ないんです、ないんですけどね。はい。で、誕生日は10月7日生まれということで、身長155センチ、3サイズ79、57、76。これね、タレントとか、芸能人的な人で一番近い人が、水沢アリーですね。水沢アリーとかもう見てないだろっていう、テレビで。出てきてないだろっていう感じ。で、ポジションはライトですね。はい。で、好きなものはお母さん、やたろう、パーカーということで、これもおなじみって感じですね。はい。で、苦手なもの、人と話す、自分の意思を伝えること、引っ込み思案で、人見知りっていうところもありますんで、そういう感じですね。はい。で、好きな食べ物、あんみつ、お茶。で、嫌いな食べ物、焼き魚、骨のあるもの、ピーマン。はい。僕ね、骨のある魚っていうのは、僕もね、あんまり好きではない。いや、いちいち気にしないといけないですよね。もう鮭とかそんな感じですね。鮭とかそんな感じなんで、刺身の方のその寿司のサーモンとか好きですけど、もう鮭とかああいう骨がね、硬いようなのとか大きいようなのはちょっとね、気使って食べないといけないからね。その辺はちょっとね、話が合うなっていう気はする。はい。でね、その、茜ちゃんって言ったらね、みんな可愛いんですけど、他の人にはないね、その可愛さを持ってるなっていう感じが僕はするんですよ、茜ちゃんは。
真っ先にね、なんなら見てね、こう八内始めて、まあもう本当いろんな可愛い子がバーっている中で、ああ可愛いなっていう風に真っ先に思ったんですよ。あかねちゃんを見て、うん、なんならこのあかねちゃんですね、はい、見て、あ可愛いなって思ったんですよ。でまあね、その可愛いのは可愛いんですけど、そのなんだろうな、他の人にはない可愛さ、いつもねおなじみの猫耳フード、のパーカーとか、かぶってて来て、それをフードもかぶってて、でその練習の時もね、猫耳のキャップをねしてると、一人だけしてるということで、そのなんだろうな、こういう小柄っていうのもあって、なんか小動物的な可愛さがあるんですよ。例えばその犬とか猫見て、あ可愛いな、可愛い可愛いみたいな感じの感情っていうか、そういうのがあるじゃないですか。ちょっと可愛らしい動物を見て可愛いみたいな。でそのね、その可愛さがその他のキャラにはない可愛さにその一個乗っかってるんですよね、その可愛さがプラスアルファで。それだもんで、なんか余計ね、その可愛く見えてしまう、可愛さが溢れてるような、感じのキャラクターだなっていうふうに僕は思ったんですよね。はい、でもでさらにね、そのさっき性格でもあったように、まあ、人見知りで引っ込み思案で、あんまりそう、まあ、コミュ障とまでは、まあ、コミュ障的なところがあるのかな、はい、まあ、あんまりこう人とコミュニケーション取るのが、まあ、苦手だったりとか、まあ、そういうような感じがもあって、でこのなんだろうな、あと妹感がすごいじゃないですか、あかねちゃんって。もうね、だもんで、そのなんか守ってあげたくなるような感じがあるんですよね。はい、まあ、あくまでこれ僕はこうだよっていうことなんですけど、まあ異性としては見れない反面、もう妹にこうしたいなみたいな感じのね、感情があったりとかもして、もうとにかくね、その僕以外にもその妹系のそのキャラが好き、まあ二次元のそのキャラクターで、その妹感の強いキャラ、妹系のキャラっているじゃないですか。でそういうね、妹系のキャラが好きな人には間違いなく刺さるキャラクターなんですよね、このあかねちゃんっていうのは。うん、その子、そこはね、やっぱね、他のキャラクターにはね、なかなかないね、性質というか、そういう感じがあるんですよね。はい、でね、まあ、あかねちゃんってね、その地蔵、まあ、主人公ですね。はい、主人公のことがまあね、多分好きなんですよね。はい、もうその感情とかがね、結構現れてるような場面がね、結構見るんですよね。はい、でまあね、バレンタインのあかねちゃん、多分倉庫版だな、バレンタインの時にその渡そうとしてる、なんか主人公に渡そうとするね、シーンカードが、まあ、あるんですけども、まああれなんかもね、ちょっとね、なかなかね、そのスッて渡せるような勇気がなくて、でもじもじしてるような感じ、ああいうのも見ててすげえ可愛いなっていう気はするんですよね。はい、でまあね、あとまあこういうね、寝顔のあかねちゃんだとかもすごい可愛らしくて刺さった人いると思うんですよ。はい、もうね、なんか動物がなんか寝てて、なんか寝てる姿が可愛いみたいなのあると思うんですけど、そういうやっぱ可愛さもやっぱあるんですよね。はい、でね、あとね、まああと新カードで言ったら、どれだろう、あとこれなんかも結構僕面白可愛いなって感じするんですよ。はい、まあトンネルあかねちゃんなんて言われてますけど、まあ多分ノックをやってて、それでまあこれ新1年生の体験入部というか、部活見学みたいなのだと思うんですけど、まあゆずちゃんも映ってますんで、でそんな感じだと思うんですけど、その新しくできた後輩にいいとこを見せようとして、でまあね、ビシッとキャッチ しようと思ったところ、多分そのすり抜けちゃったと、股の間をすり抜けちゃったというような感じでね、ちょっとね、あかねちゃんってその野球の実力的にはかなりね、そのキャラ的にはその下の方っていうのもあって、まあそうですね、下っていうのもあって、やっぱこういうのもね、失敗してしまうというような感じでね、しかも部活見学で見事にね、それが失敗したといいとこ見せようと思って、ちょっとね、かっこ悪い姿を見せてしまったみたいな。でこの瞬間だとそれに気づいてない感じが面白いですね。面白可愛いですね。
はい、ということでね、まあ、かねちゃんはねとにかくねその妹感が強い、なんか守ってあげたくなるような感じ、うん、で、あの動物的な可愛さもあって、なんか普通の人にはない可愛さをね一個持ってるというような感じでね、あの僕もね、非常に好きです。はい、もうね人気はね高いと思う、あかねちゃんに関しては。うん、で、性能、まあ語りはそのぐらいで、まあキャラ的な語りはそのぐらいで、性能面ですね主に。はい、あかねちゃん、まああかねちゃんって言ったら僕ねこれ割と最近じゃない、あの8内始めたての頃に確かなんかドラフトチケットかなんかで多分手に入れたような気はするんですよ。うん、ガチャじゃないこれ、手に入れたのが初めて手に入ったのが確かそうドラフトチケットかなんかで、あかねちゃんってその自身のその打力に関してはそんなでもないんですよね。まあ組み込むとしたら、まあフェス限とかまたちょっと話が違ってきますけど、こういう工場のキャラでその起用するってなれば、あのスタメンに起用するってなると多分下位打線行きになると思うんですよね。打力がねなんかそんなにっていうのがね結構多いんですよね。はい、まあ、これとかもね、まあ、ステータス的にはその守備がね、まあ、もちろんねあかねちゃんって言ったら守備ですから、まあ、守備がね、性能が高いというような感じで、まあ、打撃に関しては、まあ、こういう、まあ、これはデバフかな、はい、あとは、まあ、ウェディングのあかねちゃん、これはまあガチャさんじゃないんですけど、まあ、守備が究極上昇、走力が大幅上昇とか、あんまりねこうミートとかパワーとかその辺がね、強化されるシーンカードっていうか、まあ、そもそもミートもパワーもそんなに高くないんで、あんまりその打力としては他のキャラに比べるとそんな期待できないんですけど、こういうねそのまあこういうスキル、私への祈り、私の祈り、味方全体の守備が抜群に上昇だったりとか、まあ、これも全体バフを持っているんですよね。はい、守備を上げる、まあ、全体バフを持っていたりとか、こう味方全体のそういうバフ、まあ、サポートをする感じの、キャラっていうねイメージが強いんですよね。はい、打力とかではその打撃に関してはあんまりこう他の選手と比べると期待できないんですけど、まあこういうね全体バフとか持ってたりとかして、そういうサポート的な役割の新カードとして僕は捉えてるんですよね。はい、まあ、持ってるものもまあ割と少ないんで何とも言えないですけど、僕のとしてのあかねちゃんはそういうイメージがある。まあ、試合のスタメンではそんな、まあ、打撃攻撃の時にはそんなにって感じだけども、まあ、そういうね味方全体バフの守備のサポートがあるというような感じで、まあ、そういった意味でもね、まあ、ベンチとかにね入れてる方も多分多いと思うんですけど、まあそうですね、そういう目的でサポート枠として入れてるっていう方もね結構いると思います。はい、もちろん僕もね入れてたりするしますね。はい、ただ打撃とかではそうでもないんですけど、例えばですけど、どれだ、あ、これでもうねこれ月属性のデレストではもう最強。これね固有はねもうぶっちゃけそうでもないんですけど、勝っている時にミートパワー走力が抜群上昇とかっていう感じで、まあ固有とかはね試合としてはそうでもないんですけど、これデレストがもう超最強なんですよねこれもう月属性の難易度高いねそのデレストとかでは、まあ間違いなく必須になってくるようなキャラクターにはなってくると思うんですよ。もう練習メニューでピョンタ焼き持ってて、で追加メニューが全部エネルギーゼリーっていう、もうとんでもない性能を持ってるんですよねこのデレストの、もう完全にデレスト特化したようなカードですね。はい、という感じで、まあまあ、あかねちゃんに限ったことではないんですけども、こういうねそのピョンタ焼き持ってて、基本メニューがピョンタ焼きで、そので追加メニューがそのエネルギーゼリー全持ちっていう、そういったキャラクターって確かいなかったような気がするんですよね、こんなぶっ飛んだデレスト性能を持ってるの。はい、まあ、多分いたとしても、まあ、全部把握してるわけじゃないんで分かんないですけど、多分いたとしてもそんなにいないと思う、うん、このぐらいだったような気がするんですよね。はい、なもんで、まあこういう感じでねデレストとして使えるね新カードがあると。でまあね投手としてもそのこれね
ファンファン GO のあかねちゃんですね。これもデレストもね、あのピョンタ焼き持ってたりとかして、あのデレストとしてもね非常に優秀な新カードが多いなっていうイメージがあの僕にはあります。はい、なのでその試合ではそうでもないけども、そのデレストであったりサポートであったり、そういう役割があるというようなね、感じがあってね、必ずねどっかのシーンでどっかの場面でアカネちゃんを使うっていうのが結構あると思うんですよ。その試合ではそんなに使わないっていう人でも、こういうデレストとかがめちゃくちゃ使えるんで、もう必須的な、もうほぼほぼ必須的なキャラクター、新カードが多いんで、やっぱりねこういう感じで、まあ、デレストであったりとか、まあ、ベンチバフベンチに置いとくなりとか、そういう感じで起用する人は多分結構いると思います。はい、まあ、そういうところが優秀ですよね、あかねちゃんは。はい、でね、まあね、性能、語り性能ときて、で、簡単にね、その勝ち抜きマッチの方をね、やっていきたいと思います。はい、で、まあね、オーダーの方はね、ちょっと入ったら見てみましょう。はい、で、オーダーの方はね、こんな感じ。はい、もうね、9人中 1,2,3,4,5,6 6人がね、あかねちゃんで組んであります。はい、という感じでね、もうね、ガバガバですよ、守備が。守備もそうだし、打撃面でもやべえだろっていう感じで、まあね、まあ一応ピッチャーとそのキャッチャーバッテリーで、あとセカンドのそのキーリちゃん、全体バフ持ってるということで、で、まあね、ちょっとでもね、ちょっとその防ぎたいなと、なんとか抑えたいなっていう感じ。ファンファン GO のあかねちゃんだと多分めちゃくちゃ打たれると思うんで、まあ、せめてものこの、まあ、にゃんぼと、葵ちゃんと、ゆかりちゃんを入れたような感じですね。はい、でね、こうライトのね、その中でもライトの正規ポジションにしてるのはこのあかねちゃん。それなら、この固有がね、ライトの時、まあ、4回以降味方全体のね守備が、これまたね、味方全体バフが、発動しますんで、まあ、こちらのねあかねちゃんを正規ポジションにしております。はい、で、こちらのつくやあかねちゃんだとか、あとトンネルあかねちゃんに関しては条件がね、ないんで、条件なしでね、味方全体バフが発動するんで、で、まあね、まあ、スタメンだったらね、無条件で発動するということで、で、まあね、入れております。まあ、守備には特化してますけど、そもそもステータスが下がってしまってるんで、まあ、そこら辺どうなのかなっていう感じはします。はい。さあ、もう、今日は特別です。もう、あかねちゃんをね、SSR のあかねちゃんを、もう、ふんだんにの、盛り込んだ感じです。はい、これでね、勝ち抜きマッチ、多分1から3戦目までは勝てると思うんですけど、後半の4から6戦目はね、ちょっと微妙かもしれないですね。はい、1試合目はね、問題なく、点を取れているというような感じですね。はい、壮観ですね、あかねちゃんばっかりやん。なんか動物がいっぱいいるみたいな感じになってるけど。こんなね、組み方ね、してやることなんて普段ないですから、当然。はい、で、2戦目行きましょう。はい、守備の時すごいよね、これ。はい、で、守備これ見て、これ。あ、ちょっとあれでしたけど、はい、ちょっと待って、まだっぽいね。連打が続いて、お、ホームラン。で、ちょっと待って、守備で、守備これ見て。もうね、動物園じゃないんだから。はい、という感じでね、もうすごいですね、壮観ですね。なんか、まあ、これ全部あかねちゃんにしたらもっとね、もうすごいことになってるだろうっていう感じですけど、はい、25対0。はい、まあ 1,2 戦は問題ないですね。はい、じゃあ3戦目いきましょう。はい、3戦目です。で、おみくじね、運よく大吉引けたんで、まあ、絶好調で、多少のね補正はあるんですよね、その調子のステータスの関係で、ステータスが上がるというような感じで、まあ、多少あるんですけど、もう正規ポジションじゃないね、もうじゃないんで、ほぼほぼそれだもんでね、ちょっとね、ここまで勝てましたけど、こっからが勝負ですね。はい、という感じでね、ちょっとやっていきたいんですけど、はい、4戦目かな。はい、4戦目、5戦目、6戦目ぐらいまではね、ちょっと止めてやります、というか、やばくなったら止めましょう。はい、
で一応ねその全体バフね味方全体守備のねあのアップするねバフがねついてるんでまあそこら辺もね補正がかかってるんでまあ案外ねその 猫車使ってるっていうのとキャッチャーもちゃんとしたねゆかりちゃん使ってるっていうのもあるん でちなみにねこれタクシーナちゃんのひまわりね継がしてありますこの UR のゆかりちゃん。はい、全国大会のメダルが集まったんで、でクリベア突っ込んで、それで入れたような感じなんで、はい、でやっぱ点が取れなくなってきましたね。お、点取れてるね、6-0 でこれ5戦目かな、はい、5戦目かな、多分5戦目だよね。で続いて、この次が、ラストですね。はい、どうしましょう、相手あいいんじゃないでしょうか。先発がちょっと不調、絶不調なんでワンチャンあるかなというような感じ。はい、さあ最終戦です。あかねちゃんのほぼほぼあかねちゃんパーティー、6割型あかねちゃんパーティーかな、これ6、7割ぐらいはい、であかねちゃんパーティーで最終戦ツーベースヒット、はい、アウトアウトですね。はい、でアウトアウト、まあここはサクスが猫車というような感じですけど、はい、おツーベースヒット、さっきもツーベースヒット、んでもなかなかチャンスが、作れない感じで、いますね。はい、はい、ヒットで、アウトで4回以降、ここからね全体バフが発動します。はい、味方全体の守備がめっちゃ上がります。キリちゃんが限っては SS ですね。はい、っていう感じで、守備がね、補正がかかるというような感じですね。はい、でアウトヒットでアウト、点が取れないですね。はい、じゃあ犠牲フライです。はい、これストア、さあどうだ、あ失敗する、うん、まあそうっすよね、うん、まあステータス下がってるんでね、全然違うポジションに置いてるんで、はい、盗塁失敗、ナイス。はい、でアウトアウトアウト、うん、やはりね守備に特化してるっていうのもあるんですけど、そのなかなかねヒットが出ない。お、これで犠牲フライ、さあどうだ、犠牲フライで、お、1点取っていきます。はい、ようやく1点です。はい、でアウト、まあ、なかなか追加点はまあ出ないですけど、はい、ステータス低いんで、こっち攻撃面、攻撃面のステータスも低いんでやばいんですよもうでアウト、うん、でまあねなんとかね抑えられているなというような感じですけど、でヒットでヒット、じゃあ犠牲フライで、点を取れないまあパワーはねとにかくないんですよこのパーティー。はい、で三振になっちゃう、うん、犠牲フライを失敗していく、うん、でアウト、最終回ですよここ。はい、じゃあね、これで終わりと。はい、なんとかね1-0ギリギリで勝てたという感じですね。はい、でまあね勝ち抜きマッチね6人ねあかねちゃん入れた状態でなんとか勝てたというような感じ。まあねこれピッチャーバッテリーがねあかねちゃんとかにしてたら間違いなく負けてましたこれははい、まあ一応ねバッテリーはちゃんとした人をねちょっと入れないとまあ勝てないんでね。はい、ということでね最後ねスカウトの方やっていきます。はい、まあおはがちゃんは毎回引いてるんですけど、まあまあ出ないというような感じですね。はい、でピックアップね、これあかねちゃんね、はい、まあ UR、まあシンデレラハーモニーね、まあステータスはもちろん高いというような感じで、でこれねオペレーションコスト25回復ってあるんですけど、これ当ててないから知らないで分かんないんですけど、これねそもそもねその25回復ってなってるんですけど、まずね長打使用でオペレーションコスト15使用するじゃないですか。でそっから25回復って、それに成功すれば25回復って、実質これ25マイナス15で実質10しか回復しないんじゃないのかなっていう感じはするんですよ、まあ、そもそもオペレーションコストを使うんで長打、警戒で確か15ぐらいだと思ったんですよね、消費コストが。でそのま減った分でそっから25回復なんで実質10しか回復しないじゃんっていう感じはするんですけど、まあその辺ちょっと当ててないから分かんないですけど、でそれだもんでね、なんかね引かなかったっていうのもあるんですよね、なんかちょっとね微妙かなっていう感じはするんですけど、まあね引く以上はねもちろん欲しいです。はい、ではねまあ10連だけなんでね、すいません欲丸出しでねちょっと行こうと思います。はい、では失礼します。あー、赤
かれちゃん欲しいなぁ。ほんとね、可愛いしね、もうね、UR になることで、もう本当にね、スタメンにね、起用することもワンチャンあるかもしれない。ということでね、もう欲しい。赤井ちゃん欲しい。もう頼みます。はい。10連、お願いします。はい、夕方スタート。はい、夕方スタートからの、何にもないです。はい、何にもない。はい、で、はい、葵ちゃんで、ひいらぎちゃん。はい、で、いわきちゃん。で、ゆかりちゃん。そもそもシルエットが出ないよ。はい、で、まいこちゃん。で、はい、小麦ちゃん。で、近藤ちゃんで、そろそろ終わってくる。で、しのくもちゃんで、永井ちゃんで、はい、終わりです。はい、あっけなくね、はい、終わったということで、はい、まあ、何にも出ないと。まあ、もちろん UR ガチャね、そんな簡単に出たら苦労はしないんですよ。はい、ということでね、今日はね、あかねちゃん特集ということでね、初めてね、キャラ、一人のね、キャラクターにね、ピックアップ、スポットライトを当ててね、まあ、ちょっと特集的な感じでやってみたんですけども、まあ、ちょっと正解がわかんないんで、まあ、こういう感じでやらさせていただきました。はい。まあね、あとリクエストがね、なんかあったような気がする。ランキングのリクエストがあったんですよ。ね、まあ、妹にしたいキャラ、まあ、今日のあかねちゃんも、なんでじゃないですけど、まあ、妹にしたいキャラのそのリクエストが、まあ、ありましたんで、まあ、そちらもやっていい。のと、であと血液型打線でね、各血液型打線でのその勝ち抜きマッチもね、そのうちねやっていきたいと思いますんで、まあ、少々お待ちください。はい、ということで、今日はあかねちゃん、視聴者さんからのリクエストの浮田あかねちゃん特集をやってみたでした。バイバイ。